こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ステージ4のドラムソロをやっていきたいと思います。ステージ1、2、3ときて、4は上級者向けになります。ステップごとにやってきて、慣れてきたら必ず4も全然できると思いますので、頑張ってやっていきましょう。それでは、まずはですね、ワード A から E までのおさらいと、3ストロークは今回はですね、A' と B' と C が出てきます。これは、3ストロークの別の動画を参照していただければ、そこばっかりやってますので、それで、詳細欄の方に貼り付けておきますので、ぜひやっていただければと思います。それではまず A から ABCDE ですね。これはまあ復習なので、1、2、3、4。A と B は、アクセントがないところは、例えば A が続いているときに、A'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 B、こんな感じで A と A'B'A'B' っていうのを作ってあります。で、真ん中が、アクセントがないものは真ん中抜いてしまってというふうにやります。そうすると、たったつくたっていうフレーズは C と B を合成すればたたんたのフレーズがというのができるということですね。で、今回は、ワード X っていうのを勝手に作ってみました。 X はよく使うんですが、足が裏の2拍3はちょうどシンコペーションする位置に入るので、ここら辺を、しっかり使っていただければかっこいいソロができるかなと思います。それでは、実際のフレーズをエクササイズからやっていきましょう。はい、エクササイズ1ですね。これに関してはですね、3ストロークとオルタネートの使い分けということで、まず2段目に書きましたが、3ストロークで叩くとこうで、オルタネートで叩くとこうなります。これってテンポ速いと分かりますが、圧力がまあ、要は間が全部埋まってるっていうのと、全体的な音量の圧力が絶対上がるので、後半にオルタネートを持っていくと非常にこう頭のクラッシュに向かいやすくなります。なので、このエクササイズは前半を3ストローク、後半をオルタネートで使いました。3ストロークの場合はこのフレーズの最初の1小節のとこはこれよく使うんですね。こうやって入ってくるんですね。で、3ストロークの A を続けるときはこれってオルタネットだとすごい難しくなる。3ストロークの方が簡単な手順っていうのはこの表拍の移動ですね。で、裏拍もこれはオルタネットでもいけるんです。こういう形の、スタイルだとちょっとオルタネットの方が難しいということですね。で、2小節目はこれはさっきやったっていうところね。で、この次が、シングルだとこれ3ストロークだとややこしくなるんですね。だからシングルの時の手順でバックスローチとかよく使うフレーズですね。これオルタネートのフレーズに使ってます。そうするとっていうのとフレーズ的には一緒だけど、やっぱ圧力が違うっていうふうに、分かりやすいように作っておきました。最後の段はオルタネートの時に特にフィリーが最後ちょっと暴力的なフレーズみたいな感じで使うことがあるんですね。3連符を両方手に割るみたいな感じですね。これはもう
3ストロークで絶対できないので、ということで、3ストロークの、非常に使いやすいフレーズと、オルタネタで使いやすいフレーズを混ぜたフレーズを作っておきました。ではまず、ゆっくりやってみます。ワン、ツー、スリー。できますね。はい、そしたら次はですね、ワードの X を使ってみました。このね、これ3拍目でよく使うので後半作ってみましたが、で最初に、一旦1回2小節目でこのフレーズを提示しておいて、3小節目4小節目でそれを展開するという形で作ってみました。やってみましょう。ワン、ツー、スリー。ワード X かっこいいですよね。これ、いろんなところで使えるのでぜひ使ってみてください。ワード、X の後は間を空けた方がまあありですけど、これシンコペーションするので、このように空白を空けた方が使い、かっこいいですね。はい、エクササイズ3です。これはテンポがゆっくりの時なんかに使っていただきたいんですが、こういうテンポの時に、3連のフィールだけだと、どうしてもこうなんていうか重たい感じがするので、バリエーションがない感じです。間の埋めるのをダブルにします。これが3小節目です。間の間のノーアクセントのところを全部ダブルにしたんですね。で、2小節目はこれはインワードパラレルです。要は真ん中を2つにして、要は真ん中をダブルにして16にこうクオンタイズというか16にこう整地すると、アクセントとしては同じなのに、ちょっと倍点に聞こえる。そうすると同じモチーフを繰り返しているのに、なんかこうスピードが上がっていくみたいな感じ、スピードの切り替えが行われるっていうね。これ3つやってるけど、例えば、3連とそのインワード、3連とインワードみたいなやつでやると行ったり来たりする感じになるし、3連と、間のダブルっていうのをやっていくといろんなバリエーションができると。はい、最後ですね、最後エクササイズ4はですね、ブレーキのフレーズのパターンで、これはもうブレーキがこれを始めると最後のテーマが始まる、タラララドゥルババのフレーズの最初に、もうこれ曲を言わずとも、まあエンディングは曲、最後の曲が終わりました、そしたらタラララドゥドっていうのが始まると。これ、他の曲でもやってますけど、これ結構ブレーキのきっかけなんですね。だから、ってやると次の曲になったりとかするんですけど、こういったところですね。で、これは、カール・アレンに来た。カール・アレンはもうアートブレーキ大好きで、ずっと後ろ真後ろで見てたんで。で、手順的にはなんか左からのオルタネートって言ってたね。やりにくいんですよね、非常にね。なんで
やるとしたら3ストロークだと、っていう形になるんですが、やっぱブレーキはオルタネートだと思うんですよ。だからなので右からのオルタネートが非常に下っていくとしてもやりやすいかなと思います。というわけで、4つのエクササイズをやってみましたが、こんな感じで組み合わせると、非常に、複雑なフレーズで、まだまだワード実は本当はあるんですね。ステージ4のから5に向かってですね、まだワードがちょっとあるんですけど、まあ、それちょっと置いときまして、このステージ4までのやつをここまでやってもらうとどんどんコピーできると思うんですよ。なのでこうどんどんコピーしていただいて、もうこう、あ、こう、ここはワードで、ワードで処理できるとね、やっぱり2小節単位でバーってこう書き取っていけるんで、これがもう聞き取ったやつのタイミングで1裏2裏って考えてたらもう正直間に合わないですね。だからこういうボキャブラリーを覚えて組み合わせていくって練習をすれば、逆に聞いた時にボキャブラリーで捉えれるっていう形になると思いますので、ぜひ頑張っていただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。